ここからは2人の童話力を試すこんな企画をお届けします。題して童話エジソンリスナー物語。いい声、いい声。はい、ということでね、先ほどもいっぱいね、童話エジソン、びっくりだ、びっくりだ、あれ。褒められたからすぐやりたくなっちゃうんですよ、ね。サービス精神ね。サービス、はい、ということで、今夜はですね、エジソンリスナーから、まだまだ大人になれないエピソードを募集していました。このエピソードに、ゲストのお二人からタイトルをつけていただきたいなと思っております。はい、まあ。正解はないので、インスピレーションで、童話っぽいタイトルをつけてあげてください。はい、じゃあまず紹介します。回答日さんからいただきました、千葉県の方です。僕のまだまだ大人になれないなと感じた瞬間ですが、ドリンクバーでいろいろな飲み物を混ぜてしまう時です。子供の頃は3種類以上混ぜていた時もありましたが、大人になった今でもオレンジジュースに炭酸水を割って飲んでみたりと、オリジナルジュースを作ってしまいますね、というメールです。じゃあこのお話にタイトルをつけてください。なかなかね、大人になれないことありますよね。二人考えてください。まあ、確かにね、ごちゃまぜにはしないけどね。炭酸水とかはでもありがさあ、オレンジに炭酸水ってもう大人だよね。ちゃんとさ、そうね、分かる、結果が見えてるもんね。味が分かってる人のやること、まあね、そう、うん。子供の時は無茶をしますけど。無茶をね。ね、ドロドロの変なやつ、ね。え、これさ、うん、別にさ、大喜利とかじゃないよね。大喜利じゃない。大喜利じゃない。普通にいいんだよね。そうやんねるとさ、もう全部さ、ボケなきゃいけないみたいな。違うよ。違うよ。でも、ボケても大丈夫。私も普通結構可愛いの考えた、うん、私も結構可愛い、私なんか絵本にしたらコーラみたいな。なるほど、じゃあ行きましょうか、うん、はい、じゃあ発表していただきましょう、はい、じゃあまずはせーのじゃないの、じゃあせーのじゃないんだ、一人ずつですね、私から、じゃあまずじゃあ青さんから、はい、ミックスこれなんだ、こういう、こういう絵本ありそうじゃない、ありそう、全部ひらがなでね、もうこれなんだって絵本のタイトル、はい、そうそう、じゃあ続いてやってください、はい、ティティティ、マゼリンコ物語かわいい、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 かわいくない、2人ともテイスト似てる、やっぱミレニーしてる、そう、ミレニーしてるってやっぱこうなってくるんだ、次行きましょう、ジュリエッタさん、神奈川県の方です、はい、私がまだまだ大人になれないと思うことは、バスの、降車ボタンを誰よりも早く押そうとしてしまうことです、とにかく一番に押さないと気が済みません、毎朝小学生と張り合っていますというね、これはね、押したい気持ちわかる、じゃあタイトルをね、ピーってね、押したいですよね、押したよ ね、 ね、一番ランプがつくのが ね、 ね、嬉しいですよね、二、ね、人考えてください、さあどうでしょうか、できました、でもね、二人ともね、すごいサラサラと ね、うん、あんま悩むことなくね、そうね、てて青さんもおよしって言ってますね。早い。早い。くっちゃ、私映画のタイトルみたいにできた。映画のタイトル。映画、じゃあちょっと見てみましょうか、先に。よし、はい、じゃあ、青さんの。ジュリエッタの憂鬱。あ、もうラジオネームジュリエッタから。もう確かにこれ、童話のキャラっぽいジュリエッタ。あ、そうですね。ジュリエッタの憂鬱。あ、いいですね。おしゃれおしゃれ。じゃあ、竹田さん。はい、私、割とあの、乙女ゲーム意識しました。何？スピードダッシュスピード。間の星が、間に星がね、スピード、星、ダッシュ、星、スピードね。多分 CV 花井くんで入ってると思う。いそういそう。入ってる。はい、ありがとうございます。あ、これ面白かったのにってことでね、あっという間に時間が来てしまいまして。面白い、これ。楽しい、これ。すごいですね。エリオでもやりたい。やりたい。ぜひ、ぜひ、やりたい。やった。でですね、残念ながらゲストのお二人とお別れの時間になってしまいました。最後にリスナーにメッセージお願いします。はい、めっちゃ動画ってるので楽しんで聞いてください。はい、12月10日にはあと豊洲ピッタレ放送ライブを開催するよ。はい、文化放送にて毎週日曜日22時30分からおいたいなのラップチミレディオとかもやってます、うん、あとイベントのリリースイベントの応募締め切りが明日までなんだよ。そうだから今アマゾンでポチったらもしかしたら間に合って、そのままあの郵便局に行けばもしかしたら間に合うかもしれない。間に合うかもしれない。あの、わーすごい、わーすごい、間に合っちゃうかもしれない。みんなこれちゃう、うん、下手くそ。あんまりね、宣伝上手じゃない。そうなんですよ。ありがとうございます、はい、で頑張ってくださいね、イベントも。はい、ありがとう、ありがとう、優しい、ありがとう。ということで今夜のゲストはプチミレディの結城葵さん、竹田彩乃さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう一つ読める。お、こちらが大巨人さんからです。宮城県の方です。花くりなちゃんこんばんは。とりあえずすっとこどっこいの言葉しか印象に残らず、りなちゃんがうまいのに対して、他の対して本人のお二人の宣伝はまさにすっとこどっこいでしたねというね。お二人の許可も出ましたので、ぜひともりなちゃんにも衣装を着てほしいです。ハニワの格好をしてほしいです。そっち嘘、可愛い方じゃないの。いやでも日高りなはハロウィンでたい焼きのね、かぶり物がもうすぐ
じゃん。似合ってましたから。ハロウィンもうすぐだよ。あ、じゃあハロウィン今年は埴輪で行きます。お楽しみに。